Vera FM presents Some Leaves. The fallen leaves let the tree thrive. Some leaves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 . The fallen leaves let the tree thrive. Some leaves.皆さんこんばんは、サムリーブスオンベラ FM ナビゲーターのケンです。いや、先日紅白戦があったんですよ。まあ紅白戦って言っても、まあ白と赤、ユニフォームのホームとアウェイに分けてやってるだけなんですけど、まあ順次がね、昔言ってたんだけど、紅白戦が、ミニゲームが一番やっぱりハードな試合、一番やりたくないなっていうぐらい、お互いガツガツしなきゃいけないなっていうね、そういうスタンスでやっぱり臨まなきゃいけないんだろうなって思います。まあ、結果がどうこうっていうのは紅白戦で別にあんまり気にならないというか、まあ、結構思うんだけど、まあ、いろんなこうリーグの中でやっぱ練習試合とか、まあ、試合、特にリーグ開幕前になるとやっぱりね、どのチームもやりだすんだけど、なんか SNS とかで練習試合の結果とかを上げるチームって結構いると思うんですよ。別に、まあコンセプトとか、ね、いろいろとこうチームの中で共有するべきものって多分あると思うけど、正直練習試合って勝った負けたってあんま関係ないんじゃないってちょっと思ってるというか、まあそこでマウント取るのは自由なんですけど、基本的に練習試合の結果、紅白戦の結果っていうのはマウントの対象でもないし、やれ何点取った、やれアシストだ、その活躍っていうよりも、結局チームがやっぱり成長するべく材料でなければいけないなと。だからやっぱり紅白戦に関してはね、自分らのチームはもちろん勝った負けたって多分あると思うけど、なおかつ相手は仲間なんだから、相手に対してもしっかりとアドバイスできるようなチームであり続けたいなと。まあ相乗効果というか、常にやっぱりね、自分らが勝ったから、 A チームは勝ったから、 B チームは勝ったからそれでいいよってわけじゃなくて、やっぱりいい戦い、いいマッチアップをしなければいけないなと思ってます。さて、この番組ではフットボールクラブプリマベーラ東京の今をお伝えし、革新的な意見や様々な挑戦など裏話を通じてありのままの姿をお伝えする番組です。練習やその他の活動はもちろんですが、プライベートまで角度を問わず、エッジの効いた発信をしていきたいと思います。さてさて、もうチームはもう4月の半ば、5月の8日に、フットサルの開幕戦が、青梅総合アリーナ、住友鉱山、住友金属鉱山アリーナ、青梅、ちょっとあんまよくわかんないんだけど、の、ね、開幕戦が行われて、さらに、ま、サッカーで言うと、4月の24日。まあ、本来は、4月の頭に開幕戦が行われるんですけど、雨の、ね、グラウンドコンディション不良により、やっぱり延期になってしまって。まあ、でも、しっかりとこの開幕戦に勝ち点を取らなきゃいけないなって、やっぱプレッシャーと同時に、あ、シーズンが始まるんだなっていう、こう、気概だったりとか、覚悟だったりっていうところがやっぱり芽生えてくるというか、ね、それと同時にね、やっぱりね、オフシーズンちゃんと自分に向き合ってたかっていうのは、やっぱりどっかしら自分も含めて選手一人一人自覚を持ってやっていただきたいなと思います。そんなチームのメディアコンテンツ、サムリーブス、オンベラ FM、どうぞ最後までお付き合いください。This program is brought to you by Warlocks. さてさて、今日もメッセージが届いております。皆さんありがとうございます。バーテンダーならぬノンテンダーさんからいただきました。私がいる組織なんて小さい組織なのですが、それなのに新人が入ってくるたびに態度が大きくなる人間がいます。どうしたらいいですか？どうしたらいいですか？難しいね。まあ、どこの世界にもいるんだよね。まあ、実は、まあ、吠えるだけ吠えて、
心が狭いというか弱いというか小さいというか、マウントを取るっていうのもまあ一つだと思うのね。うん、新人に対して俺は上だよって、うん、勝ち誇る。まあ言われる前にこう言ってしまおうとか、まあ相手よりも強く言えば、まあその場で上位に立てるとか、いろいろと多分まあ魂胆というか考えがあるんでしょう。まあでもね、まあ違う世界を見た方がいいと思うんですよね。まあその人も含めて、マウントを取る人もそうだし、例えば、まあ、バイトをしてみるとかね。まあその組織で、まあ多分会社とかなんだと思うんだけど、うん、ちょっと違う環境に身を置いてみるとか。まあそれこそ、まあ山の中に自然に触れてみるとか。まあ、何かこうね、違う環境に身を置くことで見えてくる景色もやっぱり変わると思うんですよね。まあ東南アジアのこうね、貧困層地域なんて訪れると世界観変わるんじゃないかなっていう。だって中にはストリートチルドレンとかさ、なんかこうゴミ山から、食べ物なの？わかんない。金目なものを探してそれをお金にする少女みたいな。たまにこう YouTube のなんか広告動画に出てくるんだけど、なんか多分そうやってこう、うん、世界観を変えてみるというか、違う方向性をこう見るのも一つ。まあ、あれを見ると、こんなに頑張ってる子供たちがいるんだなって、うん、まあ頑張ってるというか生きるためなんだなっていうのはすごいしみじみ思いますし、まあ広告の先にはお金くださいみたいな、うん、サポートしてくださいって思うんだけど、いや気持ちもわかる。そのサポートに対して。だけど、あれってなんか、どこかしらに、なんかそれを、使って利益を得てる大人もいるんじゃないかなって思います。前、まあこれは経験というか余談でもあるんだけど、まあサウジアラビアにいたことが、ね、まあ旅行というか、まあ行ったんですよ。滞在したことがありまして。で、電車じゃなくて車か。車に乗ってて、後部座席に乗ってたんですけど、信号待ちの時に、うん、少女が、本当に小さな、本当小学生、低学年とかが、なんか、車を拭きに来るのね。車のこう、フロントガラスを拭きに来るわけよ。拭きに来て、で、もうなんかドライバーは分かってて、やめろやめろみたいな。だから勝手に拭きに来て、後でお金を取るみたいな。まあそういう、新手。のなんかビジネス。で、結局聞いたら、その子の家とかって、結構豪邸なのね。だからそういう、ある意味商売なのかなっていう。ゴミ山から金目なものを拾うのももしかしたら商売なんではないだろうかと。ちょっとそういうまあ見方もちょっとなんか、これ逆に、その貧困層、別にサウジは貧困層ではないんだけど、東南アジアの貧困層も行ったことあるけど、なんかそういうのを見ると、ああっていう、ちょっと世界観が一方性、一方向だけではなくて違う方向も見ることができるっていうのは視野を広げる大事な要素なのかもしれません。ちょっと長くなっちゃったけど、ぜひもう一つ行きたいと思います。続きまして、ペンネームチャイニーズ薬剤屋さんからいただきました。そろそろコロナが明けるという情報もあり、旅行に行きたいと思っております。海外に行ったら注意することって何ですか？海外経験豊富な健さんにお聞きしたいです。ちょっと今日なんか海外特集みたいななっちゃってるけど、まあ、無難な回答で申し訳ないんだけど、まずはスリね。まあ、ちょっとしたね、これね、ヤンキーとかね、大学生あたりがね、大きめのビトンの長財布をお尻に入れてるパターンあるでしょ。ケツポケットに。もうこれ平和ボケの象徴だからね。もう海外なら一発アウトだと思います。まあ、基本海外プレイオンみたいな、日本みたいに、監視カメラでの VAR なんてないですから、もうそれは盗まれた側の責任だと。それでもう納得するしかないし、もう多分一生出てこないでしょうね。まあ、財布の管理はね、もちろん大事なんだけど、まあ、ザ・日本人っていう、わかる服装で行くのが、
やっぱりナンセンス。またこれナンセンスとか言うとフータにちょっといじられちゃうんだけど、もう現場で捨ててもいいレベルの服を着たらいいんじゃないかなって思います。まあ、台湾に行った時に、繁華街の中の安いホテルだったわけですよ。もちろんなんか中国語なんて知らないし、別に英語も喋れるわけじゃないし、まあ身振り、手振りで。でもホテルのなんかフロントなんていうのが学生のバイトみたいな子だったし、もう全てがカオスだったわけですよ。で、案の定まあ、ね、深夜まで遊んだりとかしてて、夜市とかで。で、うん、その時のね、着てる服なんて俺もうジャイアンツの T シャツだったからね。もう盗まれたり、もう目つけられたら、楽しいものも半減しちゃうわけよ。で、問題はいかにこう、まあ、楽しみを見つけるかっていうか、楽しみを壊さない。海外なんてやっぱりちょっと気持ちが浮かれてるからね。まあその分財布の紐も緩んじゃうんですけど。まあせっかく行くんだったら、もう多分隔離期間も国によっては変わってくるでしょうし、ぜひ楽しんでくれればと思います。さて、クラブ情報をお伝えします。まあ先ほどもお伝えしましたけど、5月8日に、住友鉱山アリーナ青梅で開幕節。これがフットサルね。フットサル東京都4部。そして、サッカーは、渋谷区リーグ2部が、4月の24日の日曜日、渋谷区スポーツセンター10時キックオフ。まあ相手はどちらも格上でしょうし、まあ胸を借りるつもりで堂々と戦わなければいけないなと。まあそのための準備っていうのはもちろん、ストーブリーグの期間準備できてない選手もいるだろうし、就活で忙しいとか、もう分刻みのスケジュールとかいろいろ多分あるとは思うんですけど、まあ言い訳を作るのは簡単なわけよ。できる言い訳を作れるようにやっぱり就活生でもあるかもしれないけど、一人のプリマヴェラの選手でもあるのは確実なので、そこはやっぱり、パスミスしました、ディフェンスミスしました、トラップミスしました、僕就活生なんで、僕学生で忙しいんで、僕社会人で、今ハードワークなんで、だからってもうフィールドに立ったりとか、もうチームに関係することに関してはやっぱり一切の言い訳をやっぱり許さないというか、そこに対しては排除していかなきゃいけない、そのぐらい強い気持ちでシーズンを乗り切ってほしいなと思います。そしてまあ見えてくるものもあるでしょうし、全力でやるからこそやっぱり帰ってくる感動だったりとかっていうのはやっぱり大きいのかなと思います。プリマヴェーラ東京ではどのカテゴリーも引き続き選手募集をしておりますので、まあ、お問い合わせはインスタグラムのメッセージかメール、またはこのサムリーブスの動画に投稿する形でも結構です。もう気軽に本当に待ってます。新たな選手が入ってくれて、よりチームも活性化してくれるので、ぜひ、たくさんの力を、そして選手たちはしっかりと、それに対して、受け答えてあげられるような選手であり続けたい、そしてチームであり続けたいと思ってます。さてベラ FM サムリーブスもエンディングのお時間です。最後までお付き合いいただきありがとうございます。ベラ FM サムリーブスいかがでしたでしょうか。またラジオの前でお会いしましょう。ドロービングフューチャー、お相手はナビゲーターのケンでした。グッドラック。